登山計画。2018年3月、東京都在住の中国人男性コさんは、SNS を使って参加者を募集し、東京都西多摩郡にある三島山への集団登山の計画を立てました。奥多摩湖近くの登山口から入山し、伊予山、ぬかざす山を経由して、三島山頂に向かい、その日のうちに下山する予定です。プロフィール。 出発2日前の3月19日、日帰りで未登山を登ろうと思っています。誰か一緒に行きませんかそんな高さんの呼びかけで集まった13人は、10代から40代までの男性6名、女性が7名で構成されており、3人は日本人、10人は中国人でした。彼らのうち登山経験者はたった3名で、残り10名は初心者です。 知り合ったばかりでお互いの素性もほとんど知ることのない者同士、気軽に登山を楽しもうと立てたこの計画が、思いもよらない最悪の事態を招くとは、この時はまだ想像もしていませんでした。WeChat。k o さんがメンバーを募った SNS は、中国のソーシャルメッセージングアプリ WeChat です。WeChat は中国で最もユーザー数の多い LINE のようなもので、通話やチャットができるのはもちろん、 ショッピングやチケット予約、タクシーの予約やオンライン診察まで、日常生活に必要な機能のほとんどが集結しているアプリで、ユーザー数は13億人以上、現在は20以上の言語が利用可能で、200の国と地域をカバーしており、海外製の SNS アプリを使用できない中国においては、Facebook や X、Twitter の代替として重要なツールとなっています。 wechat で知り合った13人は、面識もなく、元々のつながりもありませんでしたが、登山が好きであるという共通点を持っていたため、掲示板内では大いに盛り上がり、皆当日を心待ちにしていました。3月21日、午前8時。一行は奥多摩駅で集合し、バスで移動。午前10時には奥多摩湖側の登山口から入山し、 ぬかざす尾根コースで山頂を目指し出発します。三島山は東京都と山梨県にまたがる標高1531メートルの山で、名前の通り、西峰、中央峰、東峰の3つの山頂があり、大竹山御前山とともに奥多摩山山と呼ばれています。アクセスがしやすく、往復5キロ程度の初心者向きの日帰り登山コースもあるため、週末には初めて登山に挑戦する人や、 家族連れで賑わう人気のスポットです。チラチラと雪が降り、幻想的な風景が広がっていて、一同は簡単の言葉を口にしながら、登り始めました。決して登山をするのに適した天候ではありませんでしたが、このくらいの雪なら大丈夫だろう、と孝さんもひとまず安心します。しかし登山初心者が多いためか、登山には適さない軽装のものや、スニーカーを履いているもの、 ストックを持っていない者も,もいるようです。まるでハイキングに行くような雰囲気に、孝さんは少し不安を抱いていました。胸騒ぎ。出発してからしばらくすると、足元に雪が積もり始めます。登山道は少しずつ急売が急になっていき、次第に天候も悪化してきました。皆それぞれ親しくなった数人と話をしながら、ゆっくりと進んでいましたが、次第に勢いを強める雪と、 険しくなっていく登山道に、孔さんはだんだんと不安になっていきます。実はこの日、発達した低気圧の影響で、上空に寒気が流れ込むため、関東甲信、東北の太平洋側では、大雪になる恐れがあると、天気予報では警戒を呼びかけていました。孔さんはその情報を知っていたのですが、未さ山が低山であったことや、季節が春であることもあり、 雪は大して降らないだろうと安易に考えていたのです。集まった13人のメンバーの都合で、その日以外集まることができない、という簡単に中止を言い出せない事情があったせいかもしれません。このまま進んで大丈夫だろうか、と心配になり、誰かと相談しようと思いますが、皆それぞれが気の合う仲間を見つけ、おしゃべりに花を咲かせており、誰も天候の悪化など気にしていないようです。 その楽しそうな姿を見て、悪天候のことなど言いづらくなったコウさんは、不安な気持ちを振り払い、前を向いて再び登山に集中します。雪化粧した木々は美しく、見ているだけで心が洗われていき、しばらくは気分よく歩いていましたが、道は一段と険しく、アップダウンも激しくなっていくため、そのうち周りの景色など見る余裕もなくなってきました。実はコウさんが選んだルートは、 人気の初心者コースではなく、往復で11.4キロ。コースタイムは約6時間の、登山経験と適切な装備、体力を持つ中級者向け、低山としてはかなりハードな、登りごたえのあるコースでした。ぬかざす山付近のおつねの泣き坂という、アップダウンの激しい難所を通過する、玉山駅屈指の急登コースです。皆息を切らしながら、必死に登っていきますが、 おのずと進むペースも遅くなっていき、ふと全体を見回すと、戦闘と最後尾の距離が開いてきていることに気がつきました。登山経験のある戦闘グループは、後ろを気にすることもなく、ハイペースで進んでいきますが、後続の初心者グループは、戦闘ペースについていけず、その距離はどんどん開いていきます。そんな状況に声かけをするものもなく、まとまりのないままの登山が続く中、 止むことなく降り続ける雪に、ますます孔さんは不安になっていきました。このパーティーは SNS で集まったメンバーで、初対面のものが多く、関係性が浅いため、気軽に意見を言える環境ではありません。またこのような時に、最終的な判断をする役割であるリーダーも決めていなかったため、不安を口にすることもできず、ざわざわとした気分を抱えたまま、進んでいくしかありませんでした。孔さんは、 皆が迷いなく歩き続ける姿を見て、こんなに不安に感じているのは自分だけかもしれない。不安に感じていたら他の人も何か言うはずだ。そう考え、なんとか不安を打ち消します。心身と降っていた雪は風を伴い始め、積雪が深くなった道に足を取られながら、一向は雪を踏みしめながら、やっとの思いで進み続けました。いつの間にか楽しげなおしゃべりもやみ、 言葉を発する者もいなくなります。そして最大の難所である、お常の泣き坂も何とか通過して、やがて未踏山山頂に到達します。大量遭難。せっかくたどり着いた山頂でしたが、美しい景色は激しい雪にかき消され、ほとんど何も見えない状況です。それでも一行は、無事に登頂できたことに満足して、歓喜の声を上げました。しかし思ったよりペースが遅く。 想定より3時間以上も長い、6時間もかかってしまったため、辺りは闇に包まれ始めています。そのため、一行は休憩もそこそこに、すぐに下山を開始、すっかり雪で覆い尽くされた登山道を下っていきますが、積雪は20センチを超え、スニーカーの足は踏み出すごとに雪に埋まってしまい、とても歩ける状態ではありません。それでもなんとか下山を続けていましたが、苦境は終わりません。 一行はだんだんと方向感覚を失っていき、とうとう進むべき方向が全くわからなくなってしまいました。道、間違ったんじゃないメンバーの一人が遠慮がちにそうつぶやくと、その声をきっかけに他のメンバーも、次々と不安を表し始めます。この時彼らは、三藤さんとぬかざす山の分岐点を誤って進んでおり、正規のルートから外れてしまっていました。時刻は午後6時。 降りしきる雪の中、気がつくと、登山用ではないレインコートも靴も、すでに使い物にならないくらい濡れてしまっていました。孝さんは疲れ切って、焦点の定まらない目で、それを見ているうちに、脳裏に、救助要請という言葉が一瞬浮かびます。しかし、関係の浅いメンバーたちに、それを言い出す勇気がありません。まだ時間も早いし、もう少しだけ頑張ってみよう。そう思い直し、 孔さんはすっかり積雪に覆われた道を先頭を切って進むことにしました。しかしその後もルートを見つけることができません。それでも必死で寒さと疲労に耐えながら暗闇の中をさまよっていると、登山用ではない靴のせいで雪で滑り転倒するものが続出し始めます。その後も滑落の危険に怯えながら進んでいると、ついにその時は訪れました。 積雪に足を取られ、バランスを崩し、メンバーの一人が崖から滑落してしまったのです。さらに悪いことに、その人を助けようとしたもう一人も、続けて滑落してしまい、皆最悪の事態を前に、言葉もなくブルブルと震え、孝さんも同様に、激しい恐怖に駆られ始めました。上からでは状況はよくわかりませんが、呼びかけても反応はなく、助けに降りていくこともできません。 この恐ろしい状況に甲さんは、もうこれ以上は自力では進めない、とようやく救助を要請することを決心します。この時の時刻は午後7時45分。道に迷ってから2時間が経過していました。水戸山で遭難してしまったことを伝えると、救助隊員にその場を動かないでくださいと言われ、その後状況について質問されますが、中国人の甲さんは、 難しい日本語が理解できません。気が動転していて、日本語を話せるメンバーがいたこともすっかり忘れ、孝さんは必死で警察の質問に答えますが、結局正確に情報が伝わったのかわからないまま、通話を終えます。その場で動かないで待つように言われたことだけは理解できたので、指示に従い、その場で救助を待つことにしました。救助隊の対応。本来であれば日没後の活動は、 二次災害の危険性があり、救助隊員の安全が確保できないため行いません。しかし今回は孔さんが中国人で、医師の疎通がほとんどできず、装備の状態も食料の有無も不明。十分な防寒と最低限の食料がなければ、最悪の結果を招いてしまう可能性があると判断し、万が一に備えて、その日のうちの出動を決断します。一歩間違えば二次災害に直結することを、 強く認識しての決定でした。救助要請から約1時間経過した20時40分。消防と警察で入山ルートを話し合い、数十名体制で警察が奥多摩湖側から、消防は都民の森駐車場側から入山し、2ルートから救助に向かいます。遭難地点は通報時の GPS 情報により、ある程度の場所が特定できていたため、未踏山での登山経験がある隊員を先頭に、 登山を開始。雪はやむ気配はなく、危険な救助活動になることは明白です。ルートを間違えないよう現在位置を全員で確認しながら進みます。この時、気温は0度、登山道の積雪は30センチを超えていました。暗闇での捜索活動は、足元のみの照明となり、視野が狭く、積雪の中を進むことは、日頃訓練を積んでいる救助隊員にとっても、 普段より多くの体力を消耗し、とても厳しい工程です。入山から2時間が経過した頃、登山道から外れた場所に足跡を発見、救助要請から4時間半が経過した午前0時15分、標高1200メートル付近で尾根に座り込んでいる7人を発見します。彼らは救助隊の姿を見ると、ほっとしたような表情を浮かべました。救助隊員はその付近で、 しばらく捜索を続け、滑落した二人も含め、13人全員が発見されますが、その状態を見て救助隊は困惑します。通報時には怪我人はいないとのことでしたが、状況は想像したものとはまるで違っていました。全員意識はあるものの、ずぶ濡れで低体温症の症状が出ており、頭部損傷や骨盤骨折など、全く動けないものまでいる悲惨な状態です。 この場にいる救助隊だけでは到底対処できないものでした。命を懸ける救助隊。午前1時、救助隊は応援と救助ヘリ要請しますが、悪天候で飛ぶことができません。焚き火で遭難者の体を温め続けますが、このままでは低体温症が進行し、適切な処置を行わなければ命の危険もあります。孔さんも焚き火のそばで横たわっているものの、 体は一向に温まらず、手足の感覚がありません。そんな遭難者たちの深刻な状況を目の前にして、いつになるかわからない天候の回復を、もうこれ以上待っているわけにはいかない。と救助隊は、ヘリでの救助を諦め、歩いて遭難者を下山させることに決定します。午前2時40分。雪の降りしきる中、まずはかろうじて自力で歩行できる6人が、 救助隊とともに下山を開始、孔さんもわずかに残っている体力を振り絞り、感覚のほとんど失われた足で、なんとか前に進んでいきます。体の痛みと寒さをしきりに訴える孔さんたちを、救助隊は体を支えてサポート、励ましながらゆっくりと慎重に進んでいきます。午前4時、滑落し歩行困難になっていた二人を、それぞれバスケット単価に収容。 滑落した場所から斜面上部までの90メートルをロープで引き上げ、その後、単価を引っ張りながら下山を開始。担架搬送は要救助者の苦痛軽減のため単価が揺れないようにする必要があり、登山道の傾斜状況などを考慮し、ロープの長さを調整したりするなど、最大限の配慮をしなくてはなりません。山道は膝下まで足が埋まるほど雪が積もっており、 10分ごとに休憩を取りながら慎重に下山します。次第に雪が雨に変わり、救助隊員の体を容赦なく濡らしていき、雨と汗で救助隊員は頭から足先までずぶ濡れ、命がけの救出です。単価に収容されたメンバーは今にも意識を失ってしまいそうな状態で、一刻の猶予もありません。一方現場ではまだ残っていた五人のうち、自力歩行ができそうな三人が、 救助隊員とともに下山を開始します。残りの二人は低体温症のため全く動くことができず、応援に駆けつけたレスキュー隊員がサバイバルシートで保温し、背負って下山を開始。救助隊員は最新の注意を払いながら滑りやすい登山道を下っていきます。午前6時40分。最初に下山した高山を含む6人が無事下山し、 直ちに病院に搬送されましたが、他のメンバー7人はまだ下山を完了しておらず、救助隊による懸命な救出は続いていました。そして午前11時30分、ようやく天候が回復したため、ヘリ3機が出動し、この時点でまだ下山の完了していないメンバーを釣り上げ、13人全員の救助が完了、次々に病院に搬送されます。午後1時37分、 山に入っていた隊員全員が下山完了し、長い救助活動がついに終了。ヘリコプターを含め山岳救助隊や救急隊など計40隊が出動し、救助隊の入山から下山まで日をまたいで約18時間を要するという大規模かつ長時間に及ぶ非常に困難な救助活動となりました。13人は最悪の事態を免れることはできましたが、 病院に搬送後も予断を許さない状況です。人災の末路。例年未踏山山頂の3月の最低気温はマイナス5度を下回るため、1200メートル付近でとどまっていた彼らはマイナス3度程度の環境にさらされていたと考えられます。中には半日以上もの間、その極寒の地で救助を待ち続けた者もいました。低体温症の症状が急速に進行し、 命も危ぶまれる重篤な症状でしたが、医師による賢明な治療の結果、全員無事命を取り留めます。その後、SNS でメンバーを募集したコウさんは、登山前から雪が降っていたが、大丈夫だと思った、と語っています。言うまでもなく、遭難のリスクを考え、悪天候時の登山は中止すべきでした。ですが今回最も注目すべきは、以下の言葉です。 途中で危ないと思ったが、他の人が進むので止められなかった。この言葉が表すように、今回の遭難の起きた最大の要因は、初心者の集まりだった上に、リーダーが不在であったためと考えられます。リーダーとは、参加するメンバー全員の安全を最優先に判断、行動し、無事に下山させる責任を持つものです。登山におけるリーダーの役割は、主に以下の4つ。 メンバーの経験や実力をもとに、登る山やルート、行動予定などの参考計画を立てること、メンバーの装備や体調を確認すること、歩く順番やペースをコントロールすること、不慮の事態の際は率先して対応することです。これらの役割を持つリーダーが不在であると、パーティーの統率が取りにくく、判断が遅れたり、曖昧になり、大きなトラブルの原因になってしまいます。 リーダーの役割は登山において重要な要素となるため、常時周りを見て状況を把握する能力、天候の悪化や時間の遅延、メンバーの体調変化などによる撤退を決断する能力、そして何より全てを考慮して最終的に判断する能力など、一定以上のスキルを持っていることが求められるのです。こうした役割を果たすリーダーを選定せず、 力量を超えた身勝手な参考を行った結果、高山一行は遭難してしまいました。遭難事故は険しい岩場やだれの起こりやすい谷間などで発生するため、救助隊員は二次災害の危険を伴う活動を余儀なくされるケースが多く、今回の救助も大変危険な上に長時間にわたっており、救助隊員にとっても低体温症や事故のリスクが高い、 命がけの救助活動でした。二次災害を引き起こし、周りの人の命を奪いかねない身勝手な登山にならないように、ルールを守り、安心安全な登山計画を立てましょう。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。